はい、えー、皆さん、改めまして、こんにちは、えー、本日はですね近代入試丸分かりセミナーということで、皆様お忙しい時間帯でですねお越しいただきまして、本当にありがとうございます。これより45分ですねお時間いただきまして、えー、近代の入試と書いてありますので、入試中心にですねしっかり皆さんには丸分かりになっていただこうというふうに思っておりますので、ぜひ最後まで聞いていっていただきたいというふうに思います。えーちょっと この内容、かなり盛りだくさんで、えー、少し駆け足になるとは思うんですが、あの最初あの、ご案内しました通りあり、向かいの部屋では、最終的な個別相談もやっておりますので、何か不あのご質問ですね、えー、質問、ちょっとわからないなという不明点がありましたら、ちょっとそこ、メモを残しておいていただきまして、後ほど個別相談の方で、そこ、解消していただけたらいいんではないかなというふうに思いままますすすよよろろしししししくくおお願願いいいいたた、えー、私は大学入学入センター包みと申しますどうぞます。 では、早速ですが、えー、始めてまいりたいと思います。この3つの構成で行ってまいります。まずはですね、去年の入試の結果ですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。えー、そして2つ目で、今年度、令和6年度の入試概要、そのポイントをお話しさせていただきます。最後に、まあ、時間許す限りですが、近畿大学のご紹介させていただきたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。えー、では、去年の入試結果、早速入っていきたいと思いますが、ちなみに、えー、3年生が多いのかなというふうに思っていますが、3年生どれぐらいいらっしゃいますか。 トトですね、2年生、どれぐらいいらっしゃいますか1年生どれららいいいいっしゃまますすか、はい、ありがとうございます、えー、まあ ?2 年生もあのお越しいただいているということですので大きくは変わりませんのでぜひ参考として聞いていっていただきたいというふうに思います、えー。去年の入試結果から、えー、皆さん,さんと一緒に見ていきたいと思いますがその前にまずは今の受験環境どんな環境なのということをまず皆さんと一緒に見ていきたいと思いますすす、えー、皆さんもよく耳にすると思います、えー、少子化です。 18歳人口がものすごく減少しています。まあ、ニュースでもよくあの出てると思うので、皆さん耳にすると思いますけれども、平成4年、左上ですね、約30年前ですが、18歳人口205万人いました。一番右見てください、R6、えー、今、高校3年生の同級生です。106万人しかいません。この30年間で半減してしまっています、えー。左下、大学単大の受験者数ですね、えー、約30年前、121万人という、まあ、いわば高校3年生にとってのライバルがいたわけですけれども。 右の赤字見てください今年これ予想値ですが64万人しかいないこれぐらい人口が減少しています一方で下に大きく書いてます全国にあります約800ある大学短大の受け入れ側想定員数を見てみると68万人以上の枠があるもう大学短大選ばなければ誰名前を書きさえすれば誰かどこにどこには絶対に入ることができる そんな本当の意味での大学全入時代にもう4年ぐらい前から実は突入していると、まあ、どういうことかといいますと大学受験競争自体は本当に緩和している時代に今皆さんは高校3年生はいらっしゃるということになりますなのでまあ難関大学を目指してチャレンジをし続けられると思いますけれどもその志望は本当に変えずにですね挑戦できる環境は時代にありますからまずこれを念頭に置いていただきたいというふうに思います そして去年失礼しました過去10年間の近畿大学の入試結果です、ね、ずらっと載せています、まあ、志願者数のグラフになるんですがご覧のとおりで右肩上がりに増加しているのがお分かりいただけるかなと思います総志願で10年連続日本一というふうな形であ一般入試ですね10年連続日本一志願が集まったと、まあ、非常に人気が高まっているそんな近畿大学でありますけれども 去年、えー、一昨年ですね、一昨年が実は過去最多だったんですが、去年も20万人を超えるというふうな形で志願が集まりました。まあ、志願が集まると本当に大学受験難し,く難しいんだろうな、近代範囲の難しいんだろうなというふうなイメージは持たれると思うんですが、これちょっと文字が小さくて申し訳ないんですが、例えばですね、平成31年、えー、こちらの都市が志願者数20万8000人、過去2番目に大きかったんですけれども、合格者数の方を見てください。えー、3万5267というふうになっているかと思います、平成31年。 去年、おととし見てください。おととし5万超えています。去年も5万近くの合格者が出ています。志願がまあ20万そこそこで、えー、合格者全然違うと思います。えー、これぐらい今、えー、合格者の方も多く出している。えー、まあ人気が高まってきて難しいかなというふうなイメージは持たれると思いますが、実際は合格者も多く出ていますので、えー、冒頭にも申し上げました人口減少していて、競争緩和しています。えー、ぜひ、えー、チャレンジをし続けていただきたいというふうに思います。 文系学部の志願者数ですがこのような形で推移を載せております去年も引き続きですねこれは系統として非常に今人気が高いんですけれども経済系経営系この辺りが近畿大学に関しても志願が集まったというふうな結果になりましたまた志望学部の結果はお手元の資料等でご確認をいただきたいと思いますそして理系学部です理系学部全体としてはちょっと赤字になってますが100%切ったというふうな結果だったんですけれどもこれはですね えー、真ん中あたりにあります情報学部、去年4月に新しく出来上がって、まあ、非常に話題性にもなりまして、えー、ものすごい志願が集まりまして、えーまあ、去年は、えー、その、えー、結果を見て、ですね少し敬遠されたというふうな結果から、おととしと去年比べると5000人ぐらい志願が減っているのがお分かりいただけるかなと思いますけれども、それがそっくり、合計ののところの差になっているイメージです、えーまあ、情報学部の影響でこのような結果になったという,ふうなことで、えー、志望学部の方をまたご覧いただきたいというふうに思います。 そして入試制度別の志願者数ですがこのようなな形になっています上から早い日程でずらっと載せているんですけれども、えー、まあ受験者の人口減少もあってまた年内のうちから早くに合格を勝ち取りたい1個は合格を勝ち取っておきたいそんな受験者の思いですね意図の表れからですね近畿大学の年内入試推薦入試一般校の一番上ですねここが志願100%を超える、えー、まあ志願が集まったというふうな結果となりました。 それに伴って入試制度別の合格者数も同じようにやはり早い日程で志願が集まったところから多く合格者が出ているというふうなことが去年の結果になります近畿大学も例外なく人口減少に伴ってですね、早い日程から多く合格者を出して早めに早めに入学手続きをしていただきたい入学定員を確保したいそんな思いにここ数年になっています でおそらく今年もです、ねえー、推薦入試一般公募の方で志願が集まって合格も多く打つのではないかなというふうな、えー、推測をしておりますのでぜひこの辺り参考にしていただきたいというふうに思いますじゃあ早い日程がチャンス大きいのかといいますと本当にその通りになりますこちらの画面ですが合格者の日程別の割合です去年近畿大学は真ん中に記載があります合格者4万7000人 全額は合わせてですけれども4万7000人というこれ学力試験で出た合格者になりますけれども黄色と赤の枠がほとんど占めてますよね黄色と赤の枠で合計75%を超えてますこれ11月12月1月に行われる、まあ、近畿大学の中でも前半の日程で行われるような入試で合格者の75%以上が去年出ています早い日程ほど多く合格者が出る大学受験成功の鍵、まあ、近畿大学の受験成功の鍵と 言いいい換えてもいいかもかしれません。早期受験であるということをぜひ知っておいていただきたいというふうに思います。こ、え、こ、ーまあ、2年生ですね、11月、12月なんかでしたらもう半年ぐらいに、あ、ここ3年生ですね、失礼しました。あと半年ぐらいと、時間なかなかないなというふうなことを思われるかもしれないです。2月、3月は時間余裕があるというふうに思われるかもしれないですが、間違っても自分の学力のピークをこの3月とかに持ってこないようにしていただきたいというふうに思います。ご覧のとおりで、数パーセント。 5%というふうな去年の結果ですのであくまでも早い日程からぜひチャレンジをし続けていただきたいというふうに思っております。そして皆さんですね受験の難易度どの学部が難しいのか簡単なのかどの学科が難しいのか簡単なのかそんな受験の難易度を測る際によく競争倍率保護者の方もよく競争倍率をですねご覧になるかなというふうに思うんですけれどもその競争倍率,倍率ですね一概にも難易度とイコールではないということを今日ぜひ知っておいていただきたいというふうに思います。 去年のこれ、理工学部、理工学部には中たくさん学科がありまして、去年の結果を載せてるんですが、真ん中の表は上から競争倍率順に並べた結果になります。まあ、こういう並びになりました。一方、右側です。合格最低得点順に並べると、競争倍率順とはちょっと違うのがお分かりいただけるかなというふうに思います。同じ日程でしたら、同じ試験科目をこれ使ってます。 でですので本当の難易度という意味では競争倍率ではなく合格最低得点、今日お配りしてます資料の中に入っていました入試ガイドの方の後半ページには各日程、各学部、各学科すべての去年の入試データをすべて載せてますのでそこに合格最低点も細かく載せています。受験の難易度を測る際はです、ね、ぜひ去年の前年度の合格最低得点を見るということをぜひ知っておいていただきたいというふうに思います。 はいえー、去年の入試結果をざっと振り返りましたがここからは令和6年度ですね今年の高校3年生が受験する入試概要そのポイントをお話ししていきたいというふうに思いますでこちらですね今少しお手元に準備をいただいたかと思いますが入試ガイドこちらに沿ってですねお話をしていきたいと思います右上に参照ページが出てきますのでそちらも参考にしてみてくださいまたちょっと振り返るときにはですねこの資料を見返していただいて何ページに記載があるんだそのような振り返り方をしていただけたらいいと思います えまず、ですね、えーまあ、高校2年生もいらっしゃいましたけれども、受験生、高、えー、校3年生になられて、まあ、2ヶ月ほど経ったかと思います。えー、志望大学が見つかる、まあ、志望大学のこういった大学の説明会、えー、聞く際に、ですねぜひ3つぐらいのポイントを押さえて聞いていただけたら嬉しいなというふうに思います。え1つ目がまずスケジュールです。入試のスケジュールを押さえましょうということです。まあ、当然なんですけれども、当然のことを今からも申し上げるんですが、入試スケジュールをまず押さえましょう。そして2つ目、制度の特徴を押さえましょう。 私立大学本当に入試制度たくさんあります後でまた代表的なもの中心にご紹介したいと思いますけれども制度の特徴を抑えましょうそして最後は入試問題の特徴を抑えましょうこの3つですこの3つをちょっと意識しながら聞いていただきますと他の大学さんとの違いだったりとかその大学の特徴だったりとか見えてくると思いますので ぜひその3つぐらいをちょっと念頭に置きながらで今から1つ目の入試スケジュールから皆さんと見ていきたいと思いますけれども、えー、まあやたらとに手あるなというふうなことがまず第一印象かと思いますがおっしゃる通りで年内の11月12月の推薦入試一般公募から3月の一般入試後期まで全部で12日間の入試をやっているのが近畿大学ですそして縦にこう2日間並んでいると思いますけれどもこれは試験日自由選択ということでどちらも試験をやっています それぞれで合否判定しますので、1日目だけ受けても結構です、2日目だけでも結構です、あのまあ、2日間受ける、2日間両方とも受けるでも結構です、これは検定料、当然ながら2日分かかってくることにはなるんですけれども、あの他の大学さんとの入試スケジュールの調整のために、えー、1, 日絞1日どちらか選ぶという風な方でも結構ですし、盲う権儀大学合格自信あるんだという風な方なかでしたら、もう1日に絞っていただいても結構です、か結構かと思います。 まあ逆に言うと、まだ死の判定、A 判定、B 判定取れてないんだですとか、な、え、ん、ー、とか合格のチャンス、勝ち取りたいチャンスを高めたいというふうな方なんかでしたら、まあ、体力的には厳しいかもしれないですけれども、2日間、ぜひあの受験をしていただいて、えー、合格の可能性を高めていただけたらいいのではないかなというふうに思います。そういった日程で2日間、これ、すべての日程で準備しているのはそういった理由ですので、えー、試験日自由選択、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。 11月、12月の推薦入試、一般公募、そして1月の末にも一般入試前期 A 日程というものをやっています。そして2月の中旬には B 日程、一般入試前期 B 日程ということで、こちらでも行っています。そして最後に3月、3月8日、9日で実施をしているという流れです。まずこの入試スケジュールをぜひ押さえていただきたいというふうに思います。 えなので、本当、今日お友達と怒られてる方もいらっしゃるかもしれないですが、えー、友達が近代受けんねんって言っても、その入試スケジュールなんか、本当に人それぞれですので、えー、3年生の皆さん、まずはどこの日程で自分が受けるんだという、そこのゴールラインを明確にするようにしてください。ゴールラインが明確にならないと、いつまでに何をするかなんて、スケジュール立てれないと思いますから、えー、まずはいつの日程があるんだ、いつの日程を受けるんだというふうなことを確認するところから、スタートしていただけたらというふうに思います。 そして共通テストを使った、えー、判定、えー、入試制度もあります共通テスト利用方式共通テスト併用方式この辺り後ほどまたご紹介をさせていただきたいというふうに思います、えー、当たり前のことなんですけれども入試スケジュールしっかり押さえましょうというふうなことをお話をさせていただきました、えー、次はですねここがボリューム多いです2つ目のポイントです、えー、入試制度の特徴です本当にに私立大学特に近畿大学学特近畿 えものすごいたくさん入試制度がありますので、そしてこの入試日程ごとに、先ほど申し上げました、入試スケジュールごとに特徴もあったりしますので、まずはそのスケジュールごとに、その特徴を見ていきたいと思います。えー、まずはですね年内入試、11月、12月に行われる推薦入試、一般公募、こちらから見ていきたいと思います。えー、実施学部によって11月なのか、12月なのか、ちょっと分かれますので、ここは志望学部、どちらなのかは必ず確認してください。でそれぞれあの2日間準備されているのは、先ほど申し上げたとおりです。 そして下の文字ですね、1つ目、公募併願制というふうに書いてあります。推薦って聞くと、まあ、洗願制のようなイメージを持たれるかもしれないですが、近畿大学の,この公募推薦ですので、他大学との併願も可能です。ですので、この年内の時期に合格1個勝ち取っていただいて、さらに上目指す、南か大学目指す、そんな形で使っていただいても全然結構ですぜひチャレンジをしていいいいたただきたいという,ふうに思います。 出願資格とも書いてありますが推薦と聞くとやはり面接があったり小論文があったりそんなイメージ持たれるかもしれませんが近畿大学のこの推薦入試一般公募は下から2つ目ですね必要科目2教科2科目目教のの学力試験のみで合比判定が決まりまりす調査書を提出していただきますけれども点数化されるのは短期大学部のみです。 あくまでも2教科2科目の当日の試験の点数で合格ラインバシッと決められて合否判定が決まるこういう学力試験をやっているんだということをぜひ知っておいてくださいそして一番下去年の実績ですが合格者1万人超える、まあ、冒頭にも触れました早期受験が大事だよというふうに申し上げました、えー、近畿大学の中でも2番目に大きな入試日程で行われているのがこの推薦入試一般公募になります そして次、1月に移ります、1月の一般入試前期 A 日程です、1月の末にすべての学部で同時に入試が行われます。ですので、この後制度の特徴でご紹介するんですが、ここがまあ本当にたくさん、併願制度という、併願方式という制度の特徴が数多く準備されています。また後ほどご紹介したいと思いますけれども、ここからは3教科3科目、私立大学の一般的な3教科3科目の試験になるということです。 この1月末の日程が近畿大学の中で最も大きな規模で入試をやっている日程になります。去年の合格者も1万3000人を超えるようなそういった合格者が出ているここに、まあ、ぜひここまでにチャレンジをしていただいてぜひ合格勝ち取っていただけたらいいのではないかなというふうに思いますただですね、まあ、引き続きチャレンジをし続けていただける方2月には一般入試前期 B 日程という入試日程があります。 こちらも、えー、実施学部によって、えー、11月あ2月の11、12もしくは13、14という形でちょっと前半、後半分,分かれますのでここはご注意ください。えー、そしてここは、えー、日程と同じ3教科3科目での実施となります。合格者数が少しあの少なめで、えー、規模が小さくように見えるんですが、えー、ここはですねもう2月ということですので、えー、早い日程から多く合格者を出てる合格を勝ち取った方なんかですとこの日程はもう受験しに来ません。 例えば A 日程合格された方なんかでしたらもうこの日程欠席されます実はこの2月の日程試験会場を見てみると本当座席満席ではなくてあの受験番号は、えー、裁判されますけれども空席だらけというふうな感じになっているのがこの2月の B 日程ですですので合格最低点また入試ガイドの後半ページの入試データ見ていただきたいんですが合格最低点は比較的 A 日程に比べると低く なななりりがちな日程になりますので私立大学を第一志望でされている方特に近畿大学第一志望でされている方なんかでしたら狙い目といってもいいような入試日程になっていますぜひここも引き続き前,前半早期,受験であるこ早期受験が大事であることは間違いないんですが引き続きこの2月の B 日程もチャレンジをしていただけたらいいのではないかなというふうに思います。 そして3月です、一般入試後期に行って、ここは3月の8、9、この2日間で全学部で実施されます。ここまでに決まれば当然いいんですけれども、人口減少に伴って、他の大学さんなんかでは3月入試をやめてしまっているような大学もあります。県議大学は他の大学に比べると非常に大きな規模で、それでも非常に大きな規模で3月入試をやっていますので、最後まで粘り強くチャレンジをし続けていただきたいというふうに思います。 頭の片隅に置いていただけたらと思いますがここは3教科3科目受験していただくんですが最後の最後は当日の点数の低かったものは除く高得点2科目で判定されるというふうな形になりますのでぜひ頭の片隅に置いておいていただけたらと思いますえそして共通テストですね皆さんも共通テストを受験されるご予定あると思います県究大学には共通テストの結果のみを使って判定する共通テスト利用方式というものがあります 前期、中期、後期分かれていまして前期は大学入学共通テストの受験前に出願が締め切られるものになります一方で中期、後期は大学共通テストの受験後でも出願期間が設けられていますので自己採点した上で先ほどの繰り返しになりますが入試ガイドの後半ページの最低点を見ながら参考にしながら出願検討していただきますのでそのあたりもぜひ知っておいてください という形で本当にスケジュールでもたくさん特徴の違いがあったことがお分かりいただけたなとお分かりいただけたかなというふうに思いますそして制度の特徴ここが本当にたくさんあります閉眼方式です閉眼方式って何ぞやと言いますと1回の受験で第一志望の学部学科だけではなくて他の学科や複数の学部他の学部にも一気に合否判定することができるそんな方式があったりですとか得意な科目の点数を 倍にしししてて得意科目を生かして合比判定すするそんな閉眼方式もあったりしますここが本当にたくさん特徴がありますのでぜひ知っておいていただくと合格のチャンスが高まりますのでぜひ知っていただきたいというふうに思います。まずは代表格になるんですけれども高得点科目重視方式これは皆さんの得意な科目を生かすタイプの併願方式になります。 え皆さん出願していただくと必ずこのスタンダード方式という形でこれは A 日程一般入試 A 日程ですので3教科3科目単純な足し算で合否判定されますけれども高得点科目重視方式これ1個7000円平眼方式お金かかる話ではありますが当日点数が高かったものを自動的に2倍して2回目の合否判定を行うというものになります。 去年でも70%ぐらいの方に使っていただいている非常に一般的なポピュラーな平和方式になってきました実際に去年の方の事例なんかで言いますと単純な足し算では合格最低点に10点届いてなかった方もこの方、まあ、日本人が得意だったんでしょうね高得点科目重視方式をつけることによって定数が倍になって全体の得点率がアップして逆転合格したこんな方がやはりいらっしゃいましたのでこのような形で 3年生は、まあ、秋ぐらいになってくると過去問題解かれると思います。過去問題解いていただいて、科目間の点数差、自分は激しいなというふうな方なんかでしたら、これ使っていただくと、高い点数が倍になって、得点率、全体の得点率がアップする。逆に言いますと、あまり,あまり得点差、科目間の得点差がない,んだな,ないんだよというふうな方なんかでしたら、あまり効果ありません。お金のかかる話ですので、これはあの無視していただいていいと思います。そのような形で思っておいていただけたらというふうに思います。 そして、えー、複数の学部や学科合否判定できるよというふうなこともお話ししました。これがその一つになります。文、えー、系学問、後に理系学部もありますけれども、学部内併願方式。学部の中に複数学科がある、えー、学部、たくさんあります。1回の受験で複数の学科に一気に合否判定をするというふうな形で。 えーまあ、効率よく実、えー、験ですね、えー、進めることができるような選択肢が広がるような合格のチャンス高めら、えー、広がるようなそういった閉館方式ご準備していますこの仕組み学部内だけではなくて、えー、他学部にも他の学部にも、えー、広げることができる。 1>, 1日の受験で国際学部だけではなくて文芸学部の方にも合意判定することができるこんな併願方式ありますのでぜひ選択肢を広げていただいてチャンスを広げていただいてというふうな形で取り入れていただけたらというふうに思いますそして得意科目を生かすパターンに少し戻りますが共通テスト併用方式というものもあります 研究大学の会場で試験を受けていただく一般入試、その結果と共通テストの結果、これ、どちらも掛け合わせて合否判定をするというものになります。これがまあなぜ強みを生かすものかというふうに言いますと、これ、経営学部の事例が載ってるんですが、経営学部の事例載ってるんですが、左側の一般入試前期の方高得点1科目が中合否判定に使われることがお分かりいただけるかと思います。 やはり得意な科目って当日高得点になると思いますので3教科3科目しかもここ例えば英語を得意な方でしたら一般入試の方も英語共通テストの方も2科目のうちの1つは外国語、まあ、英語というふうな形で3科目350点満点中250点を英語で占めることができる得意な科目を生かせてるねというふうなことでこちらの方式も準備をしておりますので共通テストを受験される方はですね是非知っておいていただけたらというふうに思います。 そして、また選択肢を広げるタイプの併願方式に戻りますが文系であったその仕組み理系でも当然ながらございます理系学部の学部内併願方式です。 理系に関してはこの前に出しております理工学部のように学部の中の学科ごとに出題の試験科目が異なる場合がありますのでそこはやかじの通りですね共通の科目を受験していただく必要がありますのでここで言いますとこの理工学部の中併願かけるのであれば数学二を受験していただかないと数学一では上の学科は合否判定で,できませんのでそこはご注意いただきたいというふうに思います。 そして学部の中だけではなくて理系も他の学部にも合否判定することができる理系学部多学部併願方式というものがあります学部ですね志望学部一つに絞れるに越したことはないかもしれませんが合格のチャンスを広げるためにもまた選択肢を広げるためにもですねこのような併願方式をぜひ活用していただけたらというふうに思いますそして英検など皆さんが馴染みあるのは英検だと思いますが英検などの英語の資格を試験の みなし得点英語の得点としてみなすことができる、そんな制度があります、外部試験利用制度です。近畿大学では、まあ、国際学部では全日程使えるんですが、推薦入試、一般公募、11月、12月、年内入試ですね、ここではほと,んどほとんどの学部で使用することができます。例えば、英検2級ですと、70点みなされると。まあ、英語の当日の試験は受けていただく必要があります70点以上取れれたららそちらが採用されます。 お腹痛くて0点あったとしても、2級持っていいただい持っておられたら70点は見なされるというふうな外部試験を利用する。これやっぱりあればベターです。2年生なんかでしたまだ時間あるかもしれませんので、英検チャレンジをしていただけたらいいのではないかなというふうに思います。 その他併願、ね、方式、細かいのも本当にたくさんあります。入試ガイドの後半ページに準備しておりますがこの辺りは志望学部、ここ,こ,こでどういった方式がありますかみたいな形で,です、ね、あの個別相談等でお聞きいただけたら詳しくご紹介させていただきます。まあ、これだけ併願方式もたくさん組み合わ,せ組み合わさって出願するときに間違うんじゃないかというふうふに思われるかもしれないですけれども近畿大学は日本で初めてインターネット出願を取り入れた大学ですエコ出願というふうふに呼んでます。 この画面はですね、まあ、入試シーズンになったときにオープンしますのでまだちょっと準備はしてないんですが最終的にはお試し版という形であの練習できる画面も準備する予定ですのでそこはご安心いただけたらというふうに思います。という形で、まあ、2つ目がボリューム大きかったんですが制度の特徴本当にたくさんあります。えー、重要なポイントだけをピックアップさせていただきましたので入試ガイド等でまた確認をしていただけたらというふうに思います。 そして三つ目のポイントです入試問題の特徴せっかくですので今日、えー、押さえていただけたらというふうに思います入試問題の特徴なんですが、まあ、当然ながら大学ごとに異なります近畿大学の特徴なんですが三つあります、えー、問,題問題の質ですね難易度そして量そして過去問との関係この三つお話をしたいと思いますまずは難易度についてです えー、近畿大学の問題を作っているのは当然ながら大学教授近代の大学教授なんですがそこにお願いしているのは高等学校の教科書を熟読し難問疑問にならないように問題作ってねということをお願いして作文してもらっていますめちゃくちゃ難しい問題がたくさん出るかというとそういうわけではありません問題のレベルは高校の教科書レベルです 高校,の教科書高校の授業をですね本当にしっかり大切にしていただいて、2年生なんかはまだまだ新しいことを勉強されると思いますけれども、その高校の授業をしっかり大切にしていただく、それで近代の入試問題は OK ですので、3年生なんかでしたら、今、定期試験で間違ったところとか復習し直す、夏休みぐらいまでは基礎固め、徹底した基礎固め、取り組んでいただけたらというふうに思います。そして問題の量です。実は近畿大学の入試問題、医学部以外は全部マークシートです。理系だろうが、文系だろうがマークシートです。 そして試験時間は全部60分間ですその割に問題のボリュームがめちゃくちゃ多いという特徴がありますここは60分間で全問題解き切るというトレーニングがいずれ必要になってきますのでこのあたりはせっかく今日お越しいただけましたのでぜひ知って帰っていただけたらというふうに思います そして過去問題との関係ですね、えー、太字の通り、出題傾向に大きな変化はありません、えー。毎年同じような形式で出題されます。きょう、今日終了コーナーも準備しております通り、あり、過去問題、す、え、で、ー、に問題集に冊子になって準備をしておりますので、ぜひ今日お持ち帰りいただけたらというふうに思います。過去問を時間を計って、えー、繰り返し繰り返しトレーニングすると。 そして入試ガイドの後半で合格最低得点を見て自分の学力と合格ラインの立ち位置を図るとそういった取り組み方をぜひしていただけたら、まあ、秋ぐらいからですかね夏休み明けぐらいになると思いますけれども高校3年生そのような形で取り組んでいただけたらというふうふに思います。 今日は英語国語数学理系数学という形で入試のポイントを載せております。また、お手元もお手元の資料ですね。詳しく見ていただけたらという風に思います。けれどもまあ、簡単にご紹介します。英語ですが、やはり問題数が非常に多いという特徴があります、えー、60分間で45問解かせる。1問あたり1分ちょっとしかないというこういうことですね、えー、こういう大問1の会話文から始まって大問7の長文読解で終わる。この形式も全く変わりませんので、過去問題でぜひトレーニングをしていただきたいと思います。 そして国語です。国語もやはり問題,問題数が多いです、えー。現代文、古文、現代文というこの出題形式も全く、えー、傾向としては変わりありません。そして赤字で書いてる通り必ず漢字問題5題が出ます。2点 ×5、10点、えー。日々意識高くセンサーを貼っていただいてですね、漢字、えー、落とさないように頑張っていただけたらというふうに思います。そしてこれは理系数学ですが、まあ、理系数学、難易度教科書レベルと書いてますが、ここはちょっと例外的に難しい都市が多い。 難しいというふうな予備校さんなんかからも評価をいただくような時があります題問1から3本まで全部複合問題誘導形式の複合問題です最初の問題は簡単ですがだんだん難しくなっていくそんな複合問題が3つ続きます ででですすのの迷っっっててしまったら次の問題やという赤字になっている通りですねもう自分がわからんっていうふうになったら周りも分かってないんだそれぐらいの気持ちで解けるところからどんどん解いていただくこれは理系数学ですけれどもぜひ理系の方はこの方こたたりもポイントを押さえていいだけたらと思いますそしてこの入試問題の特徴なんですがじゃあどの日程でスケジュール入試のスケジュール研究大学たくさんありましたどの日程でこの特徴なのというふうに言いますとすべての日程でこの入試問題同じような特徴になるように作っています。 ですので、まあ、早期受験が大事というふうに申し上げた理由のもう一つの理由なんですがご覧のとおり、えーまあ、早い日程で合格を勝ち取れなかった方もやはり受け続けることによってそして現役生は最後の最後に二次曲線のように、えー、学力って上がります最後の最後には特待生が見えるようなそれぐらいの得点率で合格された方もたくさんいらっしゃいますのでやはり早いうちから、えー、チャレンジをする対策をするそれは後からも生きてきますからぜひ知っておいていただきたいと思います。 そして特待生という話が少し出ましたが入試の結果で特待生になることもできます皆さん当然ながら近畿大学合格それが第一目標だとは思いますけれどもぜひ特待生ももう一つのゴールとして知っておいていただきたいと思います自分には関係ないやって思われるかもしれないですがこれ早速去年の事例です例えば下の総合学社会学部なんかですと3教科3科目で合格最低点の方合格の一番下の方と特待生になられた方の点数差が3教科3科目で21点。 1>, 1科目,1教科1科目 3, 教科3科目3科目が21点ですので 1, 教1教科目7点ですので1問問題が2点とか3点とかですと2問から3問3問ですねあと1科目あたり3問ぐらい正解すればこの方皆さんも特待生目指すことができるそれぐらい意外とハードル高くありませんのでぜひチャレンジをしていただきたいというふうに思います。 まあ入学試験の結果で特待生にならなくてもえ近代生入ってから頑張る方もものすごく多いです。在学中にも特待生になることができるこんな方もいらっしゃいますのであの高校3年生のさ皆さんも手っ取り早い親高校ですのでえぜひチャレンジをしていただけたらというふうに思いますで、えー、もしです、ね、早い日程で合格された方も、えー、特待生を目指してチャレンジをし続けるそんな方もいらっしゃいます。 もし特待生になられた場合はですねすでに早い日程で合格して入学手続き終わってた方もその入学金というものをこの後半の方に移すことができますので二重吟を支払いしていただく必要はありませんのでぜひ2つ目のゴールを目指してチャレンジをしていただけたらというふうに思います。 その他奨学金等もご準備をしております、日本合宿制支援機構奨学金ですとか、近畿大学独自の近畿大学奨学金、このあたりも準備をしておりますので、またこのあたりは、個別相談等でお聞きいただけたらというふうに思います。そしてです、ね、給付型ですね、給付型の奨学金というものも制度がございます。こちら入、入試ガイドの方にも載せておりますが、詳しくはまた個別相談等でご質問いただけたらというふうに思います。ちょっと条件がありますので ご覧のような条件が出てきますので、該当される方がいらっしゃいましたらご検討いただけたらというふうに思います。この該当される方ですと、申し込みがもう8月9月このあたりで申し込みがスタートしますので、ぜひチェックをしていただけたらというふうに思います。といった形で30分ですね、45分中30分かなり前半ボリューム多めで入試入試についてお話をさせていただきました。 最後に残る時間で近畿大学のご紹介ですね、もうすでにご,にご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、最新トピックス中心にお話をしていきたいというふうに思います。えまず、まあ、もうこれも当たり前、もうはいはい知ってるよというふうなことかもしれないですが、ぜひ聞いてください、近畿大学、まずどこにあるのという話です、当然ながら大阪だよねということなんですが、実は西日本に6つキャンパスあるのが近畿大学です。 文系のの方は真ん中のメインンンキキャャパパススである東大阪にに4年間通っていただくことになります理系の方も一部の学部の方は東大阪キャンパスなんですが理系の学部一部の理系の学部は地方に独立してキャンパスを持っているのが研究大学です理系志望の方はですねちょっとご注意いただけたらというふうに思いますそして在籍者数文系理系の在籍者数の割合です、まあ、非常にバランスがいい 51%49% バランスがいいなふんうんという感じかもしれないですが。 これどういったメリットがあるのあ他の大学さんともちょっと比べてみたいと思います。実は私立の総合大学と言われる大学ってほとんどが文系の学生ばっかりです。関西で見てもそうです。ほとんどが文系です。やはり慶應大学まあさい理系の学部中心に力を注いできたというふうな歴史もあって最近文系の学部も増えましたのでようやくバランス良くなりましたけれどもまあ、本当の意味での総合大学 に近づいていいいてるのではないかなかとううふうに思います入ってから自分の学問領域以外の方と交流出会いたくさんありますしやはり理系に強い大学って民間企業との共同研究コラボたくさん大学の中でそういったものを目にすることができます新しい技術を目にすることができますそういったのも文系の学生にとっても当然ながらメリットやと思いますのでぜひ実は理系に強い大学って文系の学生にとってもメリットが大きいよというふうなことを知っておいていただけたらと思います。 そして保護者の方です,とですと近畿大学って男ばっかやろというふうなことをもしかするとイメージとして持たれているかもしれません、えー、まあ過去はそうだったかもしれませんがようやく近畿大学女,性女子学生も非常に増えてきておりますので、まあ、本当キャンパスですね、私も東大阪キャンパス勤めてますけれども、キラキラした形でキャンパスライフを送っておられていますのでその辺りも知っておいてください。 そして去年四月ですね、まあ情報学部というのが新しく十五番目の学部、十五番目の学部として出来上がりました。最新トピックスとしてご紹介させていただけたらというふうに思います。情報学部です。まあ非常に話題になりまして、この一番上に書いてあります。先端 IT 人材ですね。数年後にはですね、この国内で先端 IT 人材七十万人ぐらい不足するというふうなこと言われています。 皆さん、イメージとして日本ってものづくりは世界に引けを取らない、まあ、世界の先頭を走っているというふうなイメージを持たれているかもしれませんが、IT 分野ではまだまだ世界に負けていると。こうした社会課題、ぜひ近畿大学も貢献していこうという,ふうなことで、情報学部を立ち上げました。この方はもしかするとご存知の方いらっしゃるかもしれないですね。プレイステーションを開発された方、草薙健先生を情報学部の学部長に就任していただいて、まあ、本気で取り組んでおります。 右下これ YouTube にも上がってますが実際にこういった形で学生と対話形式でくたらぎゼミということで授業を開講していたりですとか実は情報学部文系理系どちらでも受験できるような文系の方も今後プログラミングというのは大事だよというふうなことで文系の方にも入っていただきたいそんな学部の まあメッセージなんですが、えー、文系理系理どちらの方ででも受験できます中には当然、プログラミング経験されてる方いらっしゃいますが、初心者の方もいらっしゃいます。入学式直後に1週間、いきなりプログラミングブードキャンプということで、一個いきなりアプリを作ってもらいます。初めての方も、自分にはできるんだという経験をまず、ここで経験していただく。まあ、本当の狙いは、友達作りというところもあるんですけれども、経験者は分からない人に教えるし、分からない人は経験者に聞くし、そういった取り組みをこれ、行ってます。 えこれ正月の広告新聞広告でこれご覧になった方いらっしゃらないですかね。えー、こういった情報学部 AI を AI を駆使してですね、こういった広告も作るそんな企画もありました。これ AI で作ってますので当然あの実在しないあの人の顔になりますけれども、こういった取り組みもちょっと話題になったりしました。 情報学部いいかんということで、新しく東大阪キャンパスの中にできてます。ぜひオープンキャンパス等で、この辺りはお越しいただいて、実際にご自身の目で見ていただけたらなというふうに思いますけれども。まあ本当に、あの特徴的なのは、こういった e スポーツアリーナですとか、最新最先端の施設を充実させています。あ、音流れてますね。失礼しました。 最新のゲーミング PC ですとか最先端の音響器具照明器具 YouTube なんかに配信するような配信装置この辺りを非常にたくさん設けてます情報学部の学生に使っていただくだけではなくてこういった施設を使って他の大学部の方もですね学生に えー、自分たちでイベントなんかを企画してもらってこの施設使い倒していただこうというふうな形で実際に令和5年度イベントですね予定されているものもあります、えー、企画していただいたり運営していただく実施していただくこのあたりまで学生自身全部やっていただいて社会に出るまでの基礎力を身につけていただこうそんなことでこういった施設も準備をしております もともとは情報学部って理工学部の情報学科というところだったんですがその当時からまあ就職実績は有名企業皆さん先輩方ですね勤めていただいてますけれども、まあ、情報学部となった暁にはこんなもう非常にかっこいいロゴが並んでますが、えー、本気で取り組んで大学としては取り組んでいますので入ってから皆さんぜひ頑張っていただけたらというふうに思いますそして今情報学部の話ちょっと置いておきまして、まあ、コロナで留学 希望な方なんかですと、ちょっと不安に思われる方いらっしゃるかもしれません。近畿大学には国際学部という1年間留学必須になる学部があります。無事にです、ね、コロナ禍もようやく落ち着きまして、留学プログラム再開しておりますので、英語、まあ、アメリカですねで、中国、台湾、そして韓国、プログラム再開しておりますので、このあたりはぜひご安心いただけたらというふうに思います。そして入学式なんかでも、まあ、日本一派手な入学式をやっているというふうなことも言われます。 つんくさんが近代の卒業生ですのでつんくさんプロデュースでこういった形で盛大にやっておりますので高校3年生の皆さん来年4月はここにいるんだというイメージぜひ持っていただけたらというふうに思いますそして近畿大学ですが最近力を入れている一つとして学生の企業支援学生に実際に会社作ってもらおうそんな企業支援 のプログラムこれを立ち上げまました緊急場という,ふうに呼んでます近畿大学には非常にたくさんの研究力があったりします、そして西日本の社長さんで一番出身大学が多いのは近畿大学です、まあ、卒業生も56万人超えています、そういったノウハウも駆使して企業支援していこうと、こんな取り組みも行っています、大学のこれ門の外ではあるんですけれども、24時間空いているような施設ですね、法人登記の住所、記載とかでも利用していただけるような、そんなベースキャンプも準備をしました。 えまあここでまあ会社作ってその授業を卒業後も続けるも,もちろんいいんですがそういったまあ経験をぜひえ就職就活なんかで生かしていただいてえというふうなことでも結構かと思いますえ超有名人の方にも来ていただいてこういったセッションをしたりですとかえ実際にたくさんこういったまあここも学部の垣根を超えてですどの学部の方でも手を挙げたらチャレンジできますえぜひこのあたり興味あればですねえーまあオープンキャンパスお越しいただいてその実態も見ていただけたらというふうに思いますし ぜひぜひ手を挙げてチャレンジしていただけたらというふうに思います。まあ、すでに事例でいうとこんなにたくさんあります。この60社のうち学生だけで起業しているのは35社、もうそれぐらい事例がありますので、ぜひ皆さんもチャレンジしていただきたい、これが事例ですね、ラーメン屋経営されている方がいらっしゃったりとか、焼き芋販売の会社を作られた方がいらっしゃったりとか、サウナの経営されている方がいらっしゃったりとか、本当はこういった方々、人それぞれです。 実際にこういった形で会社を起こすとそのベース文教ブートキャンプの中に自分のロゴをこう打ち込むというふうなことも取り組んでおりましたラーメン屋を経営されている方なんかでしたら近畿大学の中キャンパスの中の食堂の厨房を大学としては貸し出しましてそこで実際にラーメン屋を経営していただくこんな取り組みも実例としてあります。 1>, 1年半ほどで純利益600万円超えてるというふうな形で大盛況だったんですけれどもこういった方も中にはいらっしゃいますので今年ですね2代目の経営者に変わりましてこの辺りも非常に今入っていただくとワクワクするような企画イベントチャンスがたくさんありますから皆さんも興味を持っていただけたらと思います。 えー、高校生の皆さんではあるんですが、これ、大学院の話ではあるんですけれども、その経営のノウハウ、大学院も、えー、大学卒業後も勉強したいという方なんかでしたら、えー、こういった形で大学院の方でも経営プロ、えー、ノウハウですね勉強できるようなプログラムを準備することとなりました、今年4月からですね、この辺りも、まあ、ゆくゆくは自分の目標として、えー、頭の片隅に入れておいていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。えー、そして 大学の、まあ、施設のご紹介少しさせていただきたいと思います、えー、とは言いましてもこういう画面しかもまあ写真ではなかなか伝わりきらないことが多いと思います、えー、せっかくですので志望大学受験する大学は必ずご自身の目で、えー、確認を施設の確認をしていただけたらというふうに思いますせっかく4年間大学通って自分の好きなことを勉強できるわけですから、えー、納得する形でじ受験勉強していただきたいというふうに思いますし えー、そしてもし可能やったらそこに高校3年生の皆さん高校2年生の皆さんですね、えー、お父さんお母さんも連れてきてくださいここやったら通わしたろうというふうに思わせるのも皆さんの,あの一つ大事なポイントかなというふうに思いますので、えー、この辺りぜひ見ていただきたいんですがご紹介だけ簡単にさせていただきたいと思います、えー、アカデミックシアターというところがありまして、まあ、図書館ではないんですが学部の垣根を越えて、えー、こういった形で、えー 過ごしていただけるいろんなここでも企画イベント行われてます。そういった施設を整えてます。この2階、まあこのビブリオシアターというところはこういった形まあちょっと図書館のように見えるんですが、約7万冊の図書が配下されてまして、非常にこう考えられてレイアウト図書が配下されています。2階のどんでんなんかでは2万2 2千冊漫画がある。 大学生に漫画ということを思われるかもしれないですが、まあ、大学としてはやはり新しい知識読書から取り入れていただきたい、えー、ただなかなか、えー、活字ばっかりの本って難しいと思います読み進めるのも、えー、その隣には同じテーマの漫画が考えられて配貨されていますまずはそのテーマの漫画から手に取っていただいてそして本に移っていただくそんな形で、えー、読書を繰り返されている方この方ですと おそらく近代ナンバーワン読書されていると年間600冊読まれているという,ような方もいらっしゃったりします。えー、またです、ね、この左側、これ、入試ガイドの表紙の建物でもある,あるんですけれども、これ、24時間専用、24時間の自習室です。えー、まあ受験勉強の,その自分の勉強のスタイル、そのまま自習室、そのまま大学入ってからもそのスタイルを継続されている方なんかもいらっしゃいいいます、えー、ぜひいつででもも勉強できるという,ふうな施設も充実させています。 そして疲れた頭を癒すのは日本の大学初出店の2つのカフェですとか、えー、食堂ですね、えー、DNS パワーカフェということでこれプロテインが配合されているような形で、まあ、体育会の方なんかは栄養価を確認しながら、まあ、皆さんも是非、ねえー、こういったところで食事とっていただけたらというふうに思います。 キャッシュレス決済当たり前ですしメニュー、食事のメニューをカスタマイズできる、まあ、こういう最先端の食堂なんかも準備しています。まあ、いわゆるあの生協食堂ですね、一般的な食堂なんかも準備しておりますが、ぜひこの辺りもオープンキャンパスでお越しいただいて、その中身をご覧いただけたらというふうに思います。この画面は奥に長蛇の列が見えていますけれども、これが近畿大学の先ほどのラーメン屋ですね、食堂の中にラーメン屋があるというふうな食堂もあったりしますので、そして大学の前の有名な、えー ご,ご飯屋さんなんですけれども左下で YouTube で150万回再生されるようなご飯屋さんが大学の中に2号店構えたりとかですね、まあ、こういったちょっと面白い取り組みもしてたりしますので、えー、この辺りも是非知っておいてください。 そしてこちらなんですがザ・ガレージと呼んでまして、まあ、ものづくり工房のようなイメージです近畿大学の東大阪キャンパス東大阪という土地はものづくりの町と言われています確かな技術力を持った中小企業がたくさん周りにはありますそういった企業にも貸し出してですね、ここ 3D プリンターですとかレーザーカッターなんかを置いてます学部の垣根を越えて1回2回の講習を受けるだけでどなたでもこういった機械を触れる。 まあサークルでプリント T シャツ作ったりですとか,なんか女性でしたらこうネイルを自分で作るみたいなこともやってる方がいらっしゃると聞いたんですけれどもえまあ中はこういった形でレイアウトしてまして法人契約されてる法人の企業さんなんかはの最新の技術なんかが展示されてる部門があったりですとか学生教員その法人会員の方々が交流できるようなスペースもあったりですとかねこういった形の施設も準備をしております。 そして文系、理系問わずですねプログラミング大事な時代というふうなことが言われています。アジアで初めて近畿大学、Apple、えー、社が認定した Apple のプログラミング言語を学べるトレーニングセンターを東大阪キャンパスの中に開校しました。こちらも学部の垣根を越えてですねどなたでも手を挙げたらチャンスがあるということになります。こんな感じで、えー、実際にプログラミングを動かしてというふうな形でこういったトレーニングを。 ここいったことを学べるトレーーニンングセンターが実際に大学の中にアジアで初めて出来上がりましたので、えー、まあ資格試験がありまして、えー、10人中3人合格したというふうな形で文系の学生もチャレンジしている方いらっしゃいますのでもうやるかやらんかは本人次第、えー、ご本人次第ということでありますがそういったえまあトライできるチャ,チャレンジできるような環境はあるよというふうなことを知っておいていただけたらというふうに思います。 そしてこれ日経 BP というこれビジネス雑誌です。社会人向けに調査しているまあイメージ調査、大学のイメージ調査のまあランキングになるんですけれども、皆さん、大学の序列なんか測るときにです、ね、まあ、偏差値をご覧になると思います。偏差値はあくまで入試という切り口でのみ見たものです。社会から見ると、こんなイメージで近代は思われていると。皆さんが思い描いているような偏差値の順番でと一緒ではないのはお分かりいただけるかなと思います。ぜひ皆さん、大学の中身を見るようにしていただきたいというふうに思います。 えーまあ、トップ3になったときは日経新聞なんかでも報道されましたしイギリスで発表されてます THCE タイムズハイアエデュケーション世界大学ランキングというところでも関西の総合大学をピックアップするとこんな順番になりますぜひ中身近畿大学の研究力なんかが評価されているこういったのもです、ね、ぜひ知っておいていただきたいと思います去年だけではありません過去数年関西の私立の総合大学の中でも頭一つ抜けているのがお分かりいただけるかなというふうに思います まこの評価されているもう一つのポイントとしてやはり研究力の高さです。えー、真ん中にあります民間企業からの受託研究なんかでは全国一位の件数を誇っています。えー、民間企業が持ってないような技術力施設が大学の中にあるので、えー、また理系非常にまあ民間企業ともパイプがたくさんありますから、こういった大学であるということを知っておいていただけたらと思います。 まあ大学のイメージもこんな感じですね。改革力が高いとか、キャンパスがきれいだ、今注目されている旬な大学、そこに属している大学生ってどんなイメージなのか、チャレンジ精神がある、コミュニケーション能力が高い、こんなイメージ調査ですね、たくさんありますので。しかも え経団連がこれ、出してますけれども、えー、企業がまあ採用するときにどこにえ注目をしているか、重要なポイント、コミュニケーション能力が高い、主体性が高い、チャレンジ精神、これって近代性のことやんという,ふうなことで、これ、載せてますけれども、えー、あくまでも大学の中身をぜひ皆さん見ていただけたらというふうに思いますので、ぜひそのようにえ意識して聞いていただけたらというふうに思います。これですね、学生のコミュニケーション能力が高い、自由な大学、こういったイメージを持っていただけてますので、ぜひそのあたりも知っておいていただけたらと思います。 まあ近畿大学の中で一番有名なのはこの近代マグロかなというふうに思います。ク、え、ロ、ー、マグロの完全養殖ですね。えー、その完全養殖の技術を開発して、はい、終わりではなくて、近畿大学は実学教育という見学精神を掲げています。えー、研究、研究で終わるのではなくて、社会に発信するところまでをやってしまう。ですので、右上、レストラン経営してたりですとか、財布にしてしまったり、コラーゲンを化粧品にしてしまったり、ここまで社会に発信するところまでやってしまうのが近畿大学です。これレストランは こういった調査の列になったりもしたんですけれどもマグロの他にもマダイですね国内の養殖のマダイの99%以上実は近代のマダイがルーツになってたりします全国にもたくさん出荷がされたりというふうなこともありましたタイだけではなくていろんな魚今取り取り組んでおりますのでこのあたりもぜひ興味持っていただいてあの農学部の水産学科というところでやってますから興味持っていただけたらと思います マグロの次はうなぎ屋でということで日本うなぎの人工負化も今取り組んでいますもしかすると皆さんの食卓に安い価格帯で近代うなぎという名前になるか分かりませんがうなぎが並ぶ日が来るかもしれません和歌山の生物理工学部なんかではここ遺伝子工学クローン技術なんかそういった技術日本の先最先端を、えー、走ってます、えー、マンモス復活プロジェクトというふうな形でこういった取り組みも行っている学部もあります まあ実学教育のを実践しているので本当に近畿大学のまあ中にある研究力の成果がです、ね、こういった形で社会に発信されているもう本当にこの画面なんかは一つの事例一部しかありませんがこういった近畿大学で勉強するとそういったところまで経験することができる、まあ、社会人になってから経験するようなそういった経験が 見れるし、触れれるし、研究できるしという,ふうなことで、近畿大学で勉強する面白み、ここにあると思いますので、ぜひ、志望学部でどういった事例があるのかな、学部案内なんかご覧いただけたらと思います。そして、高校3年生の皆さん、もちろん保護者の方中心にですね、就職どうなんというふうなことも心配されている方もいらっしゃるかと思います。近代就活弱いんちゃう就職弱いんちゃうそんなことはないです。 えこういったまあ高いランキングたくさんありますし、えー、次の就,活就職状況ですね民間企業の就職決定率なんかも高い数字出てますまあ高いだけではなくて皆さんもよくよくご存知の会社どこを並んでると思いますが右側です日本の社会を支えてるのは有名企業400社と言われてますその400社に就職者数を増やした大学過去2年間あー失礼しました過去10年で唯一人数2倍になってるのは日本で近畿大学だけですこれぐらい今近代性 えー先輩方就,就職ですねめちゃくちゃ頑張ってくれてます皆さんもぜひ安心して、えー、近畿大学の中で入って頑張っていただけたらというふうに思いますま分、あ、岐理系ともに高い就職実,、えー、実績ですね誇ってるよということです中には当然就職に悩まれる方も多くいらっしゃいます大学にはキャリアアシスタント制度というものを設けてまして学生一人に対してそういうキャリアセンターという就活に特化した 部署がありますキャリアセンターの職員そしてゼミに入られると思いますのでその教員そして私のような職員が3人 4, 3人4客ですかね4人5客かというふうな形でタッグを組んでですね最後の1人までフォローするそんな制度がしっかり準備しておりますのでこの辺りもぜひご安心いただけたらというふうに思いますこのやたらと派手な冊子お手元にあったかと思いますこちらが大学案内になっています えーまあ、オープンキャンパスをお越しいただいてその雰囲気ぜひ味わっていただきたいんですがこちらの大学案内あの写真を多めで作っています雑誌のような感覚でするす,とする,するとあのお読みいただける内容になっていますのでぜひこちら、えー、また大学生生活のイメージですねこちらで掴んでいただけたらと思いますそして高校3年生たくさんいらっしゃいました学部学科、えー、学部案内等を今日お持ち帰りいただきたいと思いますけれども今から全部読み込むのも大変かと思います。学、えー、学部49学科 え全てですべ、ね、て、えー、ご紹介している動画、えー、1本15分ぐらいのものをですね、えー、68本、YouTube の方にアップしています。実際に教員の方にインタビュー形式で、これ、どんなことを勉強できるのとか、そういったことをインタビュー形式で聞いているような動画になりますので、ぜひ興味があるところだけでも結構、です効率よく情報収集していただけたらというふうに思います。 そししてて、問題に関して入試問題に関しては近畿大学の入試問題に関しては予備校の先生にですね、こういった形で解説していただいている無料の動画 YouTube の方にもアップしておりますのでこちら近代必勝塾、まあ、QR コードからも読み取っていただいてそちらで問題の攻略のポイントを押さえていただけたらと思います。 そしてこれ私も出てるんですが5分でわかる近代入試ということで入試制度のことを簡単にわかりやすくご紹介しておりますので昨日、できたてほやほやの1本目が上がりましたのでまた随時アップしていきますのでご覧いたただけたらと思いいます、まあ、いろんな SNS やっております。えー キュレーションサイトですとか、最新情報、入試に関する最新情報は、いくぞ近代と売っていただくと、すぐ一番上にヒットしますので、こちらで最新情報をご確認いただけたらと思います。印刷しておりますが、画面下に金パス登録できるようになっています。金パス登録していただくと、過去問題、過去3年間もの過去問題無料でダウンロードできます。そこに置いているのは過去1年とか、資料コーナーを置いているのは1年だったりしますけれども、ここは過去3年分無料でダウンロードできますので、ぜひ登録していただけたらと思います。 そしてチラシ入ってたと思います。近代オーキャンある時、まあ、これあのコロナでない時があったので、ない時というのもパターンも去年はあったんですけども、近代ある時ということで今年は今年もですねオープンキャンパスにやります、えー。ぜひどの日程、えー、高校3年生ですともう早めの方がいいと思いますので、7月8月ぐらいにはぜひお越しいただきたいと思います。そして自分の目でしっかり確認をしていただきたいというふうに思います。 その他 SNS 等もたくさんやってます、まあ、特に LINE ですね。LINE なんかは本当に最新情報、そしてここからも資料請求できたりですね、チャットボットで質問もできたりします、ぜひ友達登録していただけたらという,ふうに思います。 はい、最後、少し駆け足になりまして、またちょっと時間ですね、伸びてしまいまして、大変申し訳ありませんでした。これで私の方から、近代入試丸分かりセミナーということで、終了させていただきたいと思います。次はぜひですね、オープンキャンパスでお会いしたいというふうに思いますので、そして、ゆくゆくは来年4月ですね、高校3年生、近畿大学の中でお会いできたら大変嬉しいなというふうに思います。ごご清聴いいたただきままししてありがとうございました